また新しい100均ガジェットを購入しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。えー、ちょっと100均によったらね、面白そうな、まあ、ガジェットがありましたので紹介したいと思います。まあ、これはですね、550円商品なんですけれども、まあ、電卓プラス電子メモパッドということで、まあ、こちら側が電卓で、いわゆるこう、蓋のようなね、ケースになっているんですけれども、 それのこちら側が、いわゆる電子メモになっているということですね、まあ。なかなかありそうでなかったというか、結構これは便利そうだなということで、まあ550円ということなんでね、まあダイソーの中では比較的高額な商品になりますけれども、購入をしてみました。一応裏を見るとですね、まあどうしてもね、この電卓の電源ですね。まあこれが電池が入っていて、で、こっち側の電子メモパッドの方にも当然ね、電池が必要ということで、 まあこれが二ついるっていうことなんですね。これがちょっとね、個人的には引っかかったというか、どうせ使うんだったら一つにしてくんないかなと。ね、電源が必要なのはわかるけれども、一つにできなかったのかなというところはちょっと気になりましたけど、まあやっぱりこう別々に作ったものを単純にくっつけたというね、非常にシンプルな構成なので、まあ一個一個に電源がいるということだと思います。それでは早速開けていきましょうか。 それでは本体の方確認していきたいと思います。まずですね、ちょっと思ってたのと違ったと言った感じですね、これ。硬いプラスチックなんですね。なんとなくこれなんか胸ポケットに入れてるような写真もね、確かイメージ写真であったような気がするんですよね。あ、これか。こういうね、写真があったんで、なんとなくこう手帳っぽいイメージをしてたんですけど、手帳ってちょっとこうソフトカバーっぽいイメージないですかこれ硬いんですよね。だから単純にプラスチックの まあそこそこ厚みのある感じの、まあ電卓といった感じで、まあこれは私は勝手にね、えー、勝手に想像してたんですけど、なんかもっと手帳っぽいものを想像してたんですが、これはちょっとそうでもないですね。どっちかっていうとまあ電卓っていう感じでしょうかね。ちょっと胸ポケットに入れてるイメージが強くて、えー、ちょっとイメージが違ったという感じです。まあでもこういう感じになればね、まあ確かにこちら電卓なので、 まあ、こっち側にメモパッドがついているということですね。まあ全体的には、まあ100円ショップね、まあ、ダイソーで購入できるものなので、まあ、非常にチープですね。プラスチックも、ちょっといい感じのプラスチックじゃなくて、まあ、いかにも、安いプラスチックという感じなので、ちょっとここはね、えー、まあ期待が大きすぎたのかもしれませんけど、若干残念かなという感じです。それでは、ここに絶縁があるんで、まぁ、あ、絶縁を抜いていきましょう。はい。 これでね、あ、今、こちらのね、電源入りましたけど、ここでオフするということですね。だからソーラーでもないんですね。こっちがソーラーにしてくれてもよかったかなと思うんですけどね。えー、っと、これでこれが電源どう電源これか。これで入りましたね。5足す5はということで、まあ当然普通に電卓としては、まあ利用できますということです。で、一応なんか12桁ということなんで、 まあまあ普通には使えるかなと思いますね。ああ、これね、やっぱりこういうソフトカバーで、これ折り曲がった方が使いやすいですね。結局電卓をして、例えばこうやって持って使うときも、ここが広いじゃないですか。だから結構持ちづらいんですよね。だから電卓としても微妙に使いづらいし、まあ手で持ってやる場合、まあ置いてね、置いてやる分にはいいと思いますけど、ちょっとこうね、やっぱでも片手で持ってやるには使いづらいし、こっちがもうぶっちゃけ使いづらいじゃないですか。 これがだから本当にこう手帳みたいにバタンって、こう、これ折れないんですけどね。バタンって一回転するっていうか、要は、クローンブックで言うとフリップ型みたいな感じでね。裏側に行って、まあこっち側はこっち側でできるし、で、こっち側こっち側で書けるみたいなね。メモ側はメモ側で書けるみたいな感じだったらいいんですけど、ここまでしか開かないということで、まあこれだったら素直にやっぱりソフトカバーの方が良かったんじゃないかなと思います。このヒンジもちょっと弱いんでね。やっぱり。 バキッと行きそうなんで、個人的には、普通に、えっ、ー、と、ソフトカバーに、こちら側のメモパッドだけこう差し込むような形でも良かったと思うんですけどね。そういったシンプルな方が良かったんではないかなと思います。それでは後ろにただペンがありますんで、まあこれはいいですよね。まあこれは逆に言うと収納できるペンということなんで、まあ、いいと思うんですけれども、ちょっと書いてみましょうか。はい。<laughs> まあこのメモパッドの品質も、 まあ正直あまり良くないですね。すごくふにゃふにゃしてるというか、ちょっと波打ってるわけじゃないですけどね。えー、まあも,もっとね、アマゾンとかでもいろんなメオパッド売ってますけど、そっちの方がもう少しここの品質もいいかなと思いますね。ちょっとこれはどうだろうな。で、ここ押すと、まあ消えますと、消えますということで、まあもちろん一応普通には使えますね。 まあちょっとね、期待外れなところも少しあったんですが、ただこうやってね、平らに置いて使う分には意外と悪くないかもしれないですね。ま、あちょうどこれ開いた時にちゃんと高さがあっていますので、置いた時ね、ガタつきもないので、まあ、ここで普通に計算して、まあ、ちょっとその数字をね、ここに簡単にメモって、でまあ、とこ,こにメモってみたいな感じで使ったりするにはいいかもしれないですね。まあ、あるいはね、ちょっとサイズなんかを測ってきて、ま、あここで合計しながら、こっちにね、 書いたりとかっていうことで、まあ、あればあったら確かに便利かなと思います。で、この組み合わせっての悪くないと思うんですけど、やっぱりこの構造が個人的にはやっぱりこれだったら手帳型の方が良かったかなというところです。ということで今日はですね、100円ショップダイソーで購入した計算機とね、電子メモが一緒になった商品紹介させていただきました。まあ、価格550円ということを考えれば、まあ確かにね、個人的にはちょっと期待外れのところもありましたけれども、 まあ結構安いし、コストパフォーマンスはいいかなと思います。で、アマゾンでも似たような商品売っています。まあただ、多分違うと思うんですけどね。ただ、こういう感じの計算機と電子メモが付いたものは売ってるんですけど、やっぱり2000円弱ぐらいですかね。1000円台後半ぐらいで売ってるものが多いので、まあなんとなくね。 え、それに比べれば安く感じるかなというところはあります。なかなか550円ではね、a z o n でも購入できないと思いますんで、とにかくコストパフォーマンス重視でこういったものが欲しいという方には、 まあ、とりあえず買ってみてもいいかなと思います。まあ、少なくとも電卓と,はして電卓としては使えるし、まあ、メモとしてもね、一応使えますんで、使いやすいかどうかは別にして、えー、まあ、550円分の価値は、まあ、あるのかなというところです。久しぶりにですね、100円ショップに行きましたけど、やっぱりね、えー、かなりそういったガジェット小物充実してますんで、まあ、本当にですね、安くガジェットを楽しむっていうことになると、意外と100円ショップ、侮れないですよね。はい、今回は以上です。